芋川神社は、長野県飯綱町大和芋川に鎮座する神社。旧社格は孫社。祭神は、天テラス大御家、県御名豊富、命、本田明の孫、大仙命、雨の小屋根の命、大佐崎の命、稲倉魂命、白山姫命、田心姫命である。起源は不明であるが、古くより、天テラス大臣を祀ってきた神社。 大和在芋川地区の僧者として佇む。1907年に前年の社寺合詞が行われ社格維持のため、境内を広め、本殿と乗戸殿の間に芋川用水を通した。その年の9月20日真夜中に仙宮放祭の儀式が行われた。1999年9月1日夜、不審火により、平殿、乗戸殿、廃殿、社務所の四棟を全焼。また、 本殿の屋根が焼けるなどした。放日する終期礼大祭が間近に迫った時期の火災で当年の祭礼は焼け残った本殿を前に宇じ子たちが集まり、宮司が祝詞をあげれをするだけのものとなった。消失した本殿は1999年12月関係者の計らいにより、諏訪大社下社東宮よりお柱祭りに合わせて建て替えられる。 ご放電の溶材をいただき、本殿として建築された。その後しばらくの間、同神社で行われる祭礼はこの本殿と、本殿前に作られるテントで取り行われてきた。2005年、警察による不審火の捜査は継続するものの、その全容の解決に至っていないが、うじ子たちの要望により、廃殿の建設が決まる。8月に着工し、同年12月に完成した。毎年、 9月22日の宵宮23日の祭礼が行われる。ただし、1993年までは9月20日、宵宮21日祭礼の日程で行われていた。祭礼の期限は170年前にはすでに現在の検討をする形は出来上がったとされるが、それまでには当時の旧、芋川村の若い種が幾度と協議を重ねていたとされる。このため、 この祭りの進行には、厳然としたルールと組織が、現在も存在している。例大祭の主体は、芋川総年団が行っている。総年団には、総年団長を長として、祭典団長、会計団長を置き、総年団三役と称する。各地区の若い種の代表制服2名は、評議員と称している。評議員は、各地区に戻ると、青年会、 公友会などの長として、総年団の意向を各地区に伝え、また、各地区の祭礼に対する予防を総年団に伝える役割をしている。祭典の日、祭典団長と会計団長は、それぞれ上行事、下行事として祭典の進行を行う。ここに、各地区から評議員とは別に、行事付けが2名が選出され、各々の地区の世話を行う。 毎年8月の下旬から9月の初めにかけて木下は神社で行われる。宮司が祝詞をあげた後、ご神体の前に置かれた味方の上に順番が記された紙片が紙寄りにされて置かれているくじを表議員が順番に引く。くじを引く順番は毎年交代で行われる。九時は全表議員が引いた後、祭典団長の合図により一斉に開かれ。 結果を出席者全員に報告する。この抽選会は、検討、神楽、ら、し舞の奉納順を決めるものであるが、この順序がこの先1年間の会議の席順、宴会での歌の順番も、この抽選会の結果が適用されるため、若い種だけでなく、大技、芋川しし全員の関心が集め、毎年評議員が緊張する瞬間でもある。抽選会が終わると、祭礼に向けし、 毎笛太鼓の稽古が、それぞれの地区で始まる。稽古の進め方は、各地区で異なるが、午後8時頃から午後10時頃までの時間が一般的である。また、稽古の前後に23日のお祭りの演芸大会に行う出し物の練習も行われる。行事付けは、総年団三役ほか、祭典に祭祀関係する団体の代表者と祭典の進行。 主に酔い見について打ち合わせを行う。ここで出される資料は A4 版の紙で4から5ページのボリュームがあり、それぞれ読み合わせを行うとおよそ2時間に及ぶという。この時、時世の変化などから直した方が良いところや不明確な部分については確認し合い、取り決められた内容はそれぞれの地区に持ち帰り伝えることになっている。かぐの組み立てや、 見てぐらの制作、ちょの準備が稽古と同時に進められる。宵宮に出される出し物は、高張ちょ1対2本、バレン1本、神楽1台、獅子舞、宝月おずき5本と決められている。この中で、高張ちょだけは、どの地区もデザインが統一されており、違いは、ちょ背面に、地区の名前が書いてあるだけである。しかし、 その他の出し物は、それぞれの地区の伝統を守りながら、昨今の技術や風俗を取り入れながら、独自のデザインに昇華している。祭礼の期間中、各地区の上りや吹き流しを上げる竿を建てる。竿建ては、宵宮の当日、または、前日に午前5時から、宇治子そうでで行われる。門道楼がある地区はこの時に作られる。一方、竿転橋は、祭礼が終わった次の日の朝、 やはり午前5時から、うじこ総出で行われる。拝殿の前に、死子を奉納する場所に、浜床と呼ばれる舞台が作られる。浜床は、征服表議員が総年団三役の指揮のもと、作られる。昔は、宵宮当日の午前中に作られていたが、最近では宵宮に一番近い日曜日に作られている。祭礼の日程の変更やこうした準備片付けの日程の変更は、 近年は会社が会社勤めに出ているため、年によっては、平日行われる祭礼の日程に合わせづらくなっている背景がある。同様に、浜床の片付けも祭礼が終わった次の日曜日に行われることが多い。宵宮が行われる日の午後になると、それぞれの地区で地区の長屋大技の役員を持っている。家、その一年間新築や婚礼、出産など、刑事のあった家、 あるいは特別なお客様が、祭礼に合わせ訪問してきた家などを、四姉前が、高張上鎮、神楽、バレンと共に回る。一方、長寿があった家では、村前は遠慮し、祭りそのものへの参加を自粛する。宵宮の日の午後8時、揃い場となる、芋川防災センターでは、総年団長ほか、大技の役員、各種団体の代表、及び行事付けが集まり、 総年団長が開催宣言を行う。一般に、宵宮のスタートがこの時点と解釈されている。各地区の神楽が揃い場に到着すると、評議員は、各々の地区の行事付けを通じ、総年団に到着したことを報告する木届が、町賃の合図と共になされる。このように宵宮では、木届に限らず、町賃の上げ下ろしが、すべての進行の合図となり、 お囃子の喧騒の中でも、確実に意志の伝達がなされ、無駄に大きな声を上げずに済み、祝祝と祭礼を信仰する重要な要素となっている。イサムとは、激しいリズムとメロディのお囃子であるが、祭礼の信仰で揃い場で、すべてのカグラが行進した後、神社において、すべてのカグラが、浜床の周りを行進した後、及びすべての地区の獅子舞の奉納が終わった後に、 壮年団長の鈴の合図で一斉に演奏される。イサムが行われている時は、すべての地区のバレンが回され、地区同士その技術を競い合う。バレン回しは、一般的に両手で行われるが、力のある若い種は、片手で回したりもする。イサミが行われる時間は、揃い場から出る時は、鈴の合図から、神楽が出るまでなので、抽選会の順番が後になるほどその時間は長くなる。 この傾向は、死姉妹の奉納が終わった後も同じであるが、唯一、時間が決められて行われるのは、神楽が神社に揃った後に行われる夕で、この場合行われる、いさみは3分と決められている。いムバイや氏はこのほか、村前で、家の敷地に入るとき、揃い場から神社へ向かう行進で、神楽が神社の鳥居の前に差し掛かったときそれぞれ個別の、神楽が優を演奏する。 行進は、大座区長が選任されている地区が担当する、政策を先頭に、大座高張上鎮、総年団長、行事2名、大座4役、各主団体長、行事付け、に続き、各地区の高張上鎮、馬まとい、獅子舞、神楽宝月町鎮の順に行列を作り神社に向けて、行進する。政策には精神を貸し込み不敬な振る舞い。 あるべからずと記されている。揃い場から神社までのルートは、神道の開通や、揃い場の移転などで、1985年頃から何回か変更されている。それ以前は、品濃交通の田中バス停がある、浄土と言われる場所から、田中地区を通り神社に向けて更新が行われた。揃い場の変更は、同期間の間に2回変更されており、1回目の、 変更では、浄土から北に100メートルの場所にある中峰大日安の下の広場から県道を南下し、従来のコースに合流するルートが取られていたが、揃い場が浄土から北に300メートルの場所にある芋川防災センターに移されてからは、道センター北側を通る農道を通信し、品の交通中村バス停で従来のコースと合流し、道のりを短縮するルートが取られていた。 2004年からは、防災センターの西側に、長野県道荒瀬原線の振動が開通してからは、この道を南下し、芋川市の土塁を左に見ながら、従来のコースと合流するルートを通っている。リアカーに乗せられた神楽は、鳥居をくぐり、神社へ通じる150段余りの石段を、大勢で引き上げ、拝殿の前に奉納する。その様子は、イサムと並び、見応えのある場所である。 すべてのカグラが拝殿の前に奉納された後、奉納花火が打ち上げられ、その後姉妹が浜床で行われる。過疎化が進む同地区ではそれまで9つあった姉妹は、今では7つまで減っている。最初に姉妹の奉納ができなくなった2つの姉妹を披露した後、姉妹が奉納される。この順序も抽選会で決められた順に進められる。姉妹が行われている間は、 行事と行事付けは、浜床の上で座り、行事は、獅子舞、林の準備のタイミングを、順番に行事付けに指示する。この指示も、ちょの上げ下ろしで行われ、獅子舞のすべての林が終わってから、地元の行事付けが、行事にちょで合図を行う。獅子舞は、各地区独自のものを持っている。中でも、五所の入地区の獅子舞は、特に有名で、祭りを見に来た観客は、 五所の入りの獅子舞が終わるまで帰らない。五所の入畜の獅子舞には、剣の運、身の舞がある。この時は、それまで、二人で待っていたものに、獅子の中に大人四人が入る。剣は、悪の象徴で、獅子は何度もためらいながらも、最後には自らを犠牲にして、剣を飲み薬を払う。その間の獅子の動きは耳を動かし、口を開け、時には巨体を素早く動かしまう姿は、 繊細かつ大胆で、威圧的とも思える。すべての獅子舞が終わり、神楽が、おののの地区に帰る頃は翌日午前3時頃である。その後、宮司大技四役、総年団長、行事、行事付、各種団体長は神社に残り、宵宮の全体を通し問題がなかったかどうか、話し合う。主にルールに反した行動がなかったかどうか、 他の地区の迷惑をかけていなかったかなどが話し合われ、問題がなければ、手打ちが行われ、解散となる。しかし、ここで問題が出されると、当事者の合意がされるまで議論し、双方納得するまで行われる。大きな問題があった時には時として、夜が明けても手打ちにならないこともある。すべての獅子舞の奉納が終わると、かぐらは、それぞれの地区へ帰っていく。神社から降ろす時は、 階段を使わず、境内の周り道を通って下ろす。神楽と一緒に帰る、表議員は、それぞれの地区の別れ際に、お互い礼を述べて別れていく。23日の昼間、浜床では、演芸大会が催される。内容は、時代と共に変化しているが、昔は相撲などが奉納されていた。現代では、プロのバンドや歌手を呼び奉納している。また、 各地区の若者が歌や芸を披露し奉納している。演芸大会の後、地元の女子小学生から中学生が浦安の眉を奉納する。拝殿の消失から再建までの間、芋川神社では浜床で奉納されていた。ありがとうございます。